夢ラジオ第5714回、今日は令和5年11月18日土曜日です。時刻は午前9時半、横浜港北、爽やかな秋の空広がりました。雲は出ていますが、空はブルースカイです。昨日曇ったりしていた、そんなお天気だったんですけど、おとといとか。今日は晴れましたね。ただし風が強い、そんな朝でもあります。窓を開けての放送ですね。晩秋から冬になる頃、リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて今回は、百田さんへ母からの手紙、こんなタイトルでお話しましょう。百田さんに母のちょっと笑っちゃいますね。あと母からの手紙が来たという、まあそれを百田さんがご自身のチャンネルでこういろいろおっしゃってはいますね。なんと百田さんが67で、そのお母様が97っていうんだから、もう100歳近いお母様、クリスチャンっていうふうにおっしゃってましたね。意外でした。クリスチャンのお母さんからあの息子が出たかと。でまあその90超えてもしっかりされてる、そういうお母さんらしく、その息子に対して直樹さんというふうに言いながら、こうたしなめている、そんな文面ではありましたね。まあ、一番印象的だったのは、今度ね、百田さんが日本保守党っていうのを作って政治に出るっていう、その試みが功名心や名誉欲から来たものでないことを望みますっていう、そういうお母さんからの言葉で、それに対して百田が何もあるかいっていう感じで、もう永遠のゼロで500万部売ったと、ね、もう言わなくてもいいこと言ってる。海賊と呼ばれた男も何百万部って言ってましたか、300か400で、全部合わせたら1000万部超えたんやと、10年連続100万部売り上げてんねんとか、なんとか、まあ威勢のいいこと言ってましたね、百田さんが。まあそれで作家としての名声ありますから、もうお母さん心配せんでもええですと、功名心や名誉欲でやっておりまへんと、そういうことなんでしょうね。ほななんでやってるんや。このまま日本の滅亡をじっと見ていくんがつらい、こういうことでしたね。日本がこのまま落ちていくんを傍観しとるんはつらい。私百田が出たからってこの滅亡は変わらへんかもしれんけど、何もせんよりはマシや。うん、まあ日本が滅亡しそうだな、長い時間かけて、こりゃ中国あたりの植民地になりそうだっていうのはなんとなく感じてる人は多いんじゃないですか。でやばいなと。で中国見たら、もうその残酷さは、その残酷さはあのもう震え上がるほどですよ。日本人に考えもつかないようなことをしますからね。ウイグルで、チベットで、内モンゴルで、あるいは中国国内の法輪功信者にむちゃくちゃやってる、今も。それが分かってるから香港の人たちはあれほど抵抗し、で潰され、で香港はもうじき中国の一部になって、わけが分からなくなるでしょう。でそれを見ても何にも思わない日本人ね、中国にいろんな資産を買われて侵略が始まっているのに、そんなんどこのニュースでやってるんですかと、テレビでやってますかと聞いてくる。まあこういう日本人ならばやられて当然かなとは思っております、私もね。
けれど四季折々の美しい風土、そして世界のどこに行っても見られない他人への気配りですよね。これ天下一品なんですよ、日本人の他人への気配りって。気配りなんかしてませんから、ドイツ行ってもフランス行ってもアメリカなんか特にないよ、そんなもんどこにも。もうすぐ人前で喧嘩するし、大声で叫び出すし、で裸みたいな格好で街歩いてますよね。海外行ったらわかるでしょ。日本人はそういうことしない、街歩いてて穏やかなんですよ。これ守りたいなと思いますよ、私は。やっぱりこの風土、そしてその穏やかさで、その結果経済がそんなに発展しなくても、で GDP が世界の、何十番ぐらいになったって、いや全然平気と思いますよ、そりゃ。ただしそんな場所をほっとくわけなくて、で特に日本の周辺国っていうのは恐ろしい国が目白押しですから、あいつもこいつもそいつもみたいな。韓国だって反日ですから、韓国は日本のことは大嫌いですから。そのことを考えた場合、もうなんかせなあかんのちゃうかと、小山子のためにと。で百田さんは立ち上がった。でそれに対してね、やっぱうすうすは感じている人たちが、で自民党じゃ売国だと、自民党じゃもう反日だと、二階俊博見ろと、そうです、その通りです。もう二階だけね、林法政見ろと、茂木俊光見ろと、もう保守のスターみたいに言われてた。で百田さんも持ち上げてた安倍晋三すらですね、中国の皆さんニーハオですよ、政権の最後の方では日本にいらっしゃいみたいな、東京タワーレッドライトアップとか。そもそも二階幹事長を幹事長にしたのは安倍さんじゃないか。何なんですか、人事は。で自民党はもうあかんと、もう腐りきってどないしようもないと。で百田さんが立ち上がった。でそれは今回のお手紙でも分かるように、名誉とかのためではなさそうだ、お金も腐るほどあるんだそうです。それが思いつきで終わらないようにしないといけないですね。熱い思いが百田有本に今注がれてはいますよ。やばいと、このままだったら日本やられると。やられますよ。だって若者と喋ってても選挙行かない、政治なんか興味ない、何にも考えてない。何考えてる、ゲームですよ、そこら辺の。それをなんか大学行ってんですよ、なんとか大学って。もう考えてることゲームピコピコですよ、頭パーにされちゃってる、それはね。で政治なんか何にもわからない、選挙なんか絶対に行かない。でそれで自分たちがどんどん不利な立場に置かれていっても何とも思わない、ふーんで終わりですよ、諦めちゃってる。暴動も起こさない。こんなんじゃダメだと、こんなねバカばっかりだったらダメだと。日本保守党がどこまでやれるのか未知数で、期待こそ多けれどまだ分かりません。でねえ、なんかやめたとか言いそうなので、いかにも。だから見守っていくしかないのですが、今回のお手紙ですね、それで百田さんが改めて、別にお母さんからの手紙をいちいちリスナーの方に紹介したかったわけではなく、それをきっかけにしてご自分の決意を述べられた、こういう番組ですね、百田さんのね。あと武田邦彦さんと対談して、百田さんがね、それで武田邦彦さんがこの2年間もう年齢感じさせず頑張ったのに、それを利用したやつがいて許せんかなんかって言ってたんだけど、これ参政党絡みの話ですよね。これ何を意味してんのか私には分からないんですけど、百田さんは
参政党が武田先生を利用したっていうふうに言いたいんかな。その武田先生の頑張りを、それ何をもってそうおっしゃってるのかよくわからないのでね、あれはちょっと気にはなりましたけど、まあわからないとだけ言っておきましょう。夢ラジオ、今回は百田さんに母からの手紙、こんなタイトルでした。土曜の朝です。